春季キャンプも多くの球団が第2クールを終え、いよいよ紅白戦や練習試合など実戦も増えてきます。前回に続き2024年シーズン、プロ野球で指揮を執る監督は誰でしょう？セントラルリーグ編です。このチャンネルではクイズテーマを募集しています。ぜひコメント欄にてリクエストしてください。まずは2023年セリーグ最下位だった中日ドラゴンズの監督は誰でしょう？22年に就任し3年目のシーズンを迎えます。88年新人王、ベストナイン2回、ゴールデングラブ賞をセカンド、サード、ショート3つのポジションで獲得した唯一の人物です。右投げ左打ちの内野手、大阪府出身、1969年8月生まれ、54歳、 PL 学園高校から87年ドラフト1位で中日に入団。2008年から選手兼任打撃コーチとなり、翌2009年限りで引退。現役22年間で2480安打、487本の2塁打は NPB 記録です。米騒動など頻繁に話題に上がる監督の一人です。立浪和義監督でした。セリーグ5位、ヤクルトスワローズの監督は誰でしょう？20年から監督を務め、5年目のシーズンとなります。94年、99年、2001年、2003年最優秀救援投手。1968年11月生まれ、55歳。亜細亜大学から90年ドラフト3位でヤクルトに入団。2004年 FA でホワイトソックスに移籍。2006年入団テストを経てヤクルトに復帰しています。2007年戦力外通告を受け、マイナーリーグ、台湾、韓国でもプレーし、最後は新潟アルビレックスで選手兼任監督として1年プレーしました。NPB 15年間で歴代2位の286セーブを挙げています。14年からヤクルトの1軍投手コーチ、17年から3年間は2軍監督を務め、21年、22年はセリーグ連覇、21年は日本一にチームを導きました。高津慎吾監督でした。セリーグ4位、読売ジャイアンツの監督は誰でしょう？24年に新しく就任しました。12年に首位打者、打点王、最高出塁率、リーグ MVP を獲得しています。右投げ左打ちの捕手です。1979年3月生まれ、44歳。中央大学から2000年ドラフト1位で巨人に入団。19年に引退。現役19年間で2132安打、406本のホームランを記録しています。ヒーローインタビューで最高ですと言い始めたのはこの人物です。2000年から2軍監督やヘッドコーチを務め、24年原監督の後任として指揮を執ることが決まりました。阿部慎之助監督でした。セリーグ3位でした DeNA ベイスターズの監督は誰でしょう？2020年から5年目のシーズンとなります。2005年最優秀防御率と最多奪三振、97年は最高勝率のタイトルを獲得しています。1973年12月生まれ、50歳。高田商業高校から91年ドラフト6位で横浜に入団した右投手。横浜一筋25年間プレーし172勝を挙げています。2016年43歳で引退。7度開幕投手を務めていますが、すべて敗戦投手となっており、これは NPB 記録です。また24年連続ヒットは、プロの公式戦で投手が安打を打った最多連続年数記録としてギネスに認定されています。引退後は球団スペシャルアドバイザー、19年から1軍投手コーチ、20年は2軍監督。リーゼントがトレードマークのこの監督は、三浦大輔監督でした。セリーグ第2位でした広島東洋カープの監督は誰でしょう？23年に就任し2年目のシーズンを迎えます。2005年ホームラン王、11年打点王、16年はリーグ MVP を獲得しました。右投げ右打ちの内野手、1977年1月生まれ、47歳。駒澤大学から98年ドラフト6位で広島に入団。2002年頃からレギュラーに定着。2008年会見で涙しながら FA で阪神に移籍。15年広島に復帰、3連覇に貢献しました。18年引退。
現役21年間で2203安打、319本塁打。明るい愛されキャラでいじられる場面がよく取り上げられます。監督ですが、選手以上にベンチで喜ぶ姿が印象的です。新井貴浩監督でした。最終問題です。18年ぶりのリーグ優勝、38年ぶりの日本一に輝いた阪神タイガース、23年から監督を務める人物は誰でしょう。85年ベストナインとダイヤモンドグラブ賞を受賞しています。右投げ右打ちの内野手でした。1957年11月生まれ、12球団最年長の66歳です。早稲田大学から79年ドラフト1位で6球団競合の末阪神に入団。93年自由契約となり2年間オリックスでプレー、95年引退しています。翌年からオリックスで2軍助監督兼打撃コーチ、98年からは阪神に戻り2軍監督や内野守備走塁コーチを務め、2005年1軍監督に就任。5年間指揮を取った際に前回の優勝を遂げました。2010年から3年間はオリックスでも監督を務めています。岡田彰布監督でした。ということで、今回はセントラルリーグの6人の監督を紹介しました。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。